はい、こんにちは、レトスの小野です。5月12日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。理解したつもりでも数日後に忘れてしまいます。このようなお悩みのご相談をいただきました。同じようなお悩みをお持ちではないでしょうか。このお悩みの解決法について動画でまとめました。この動画の最後にお知らせいたします。またこの動画の下の概要欄にも URL 貼っておきますので、そちらからもご確認いただけます。それでは本日の3問に入ります。当事者間で第三者の弁済を禁止する特約で合意していた場合でも、正当な利益を有する第三者はこの特約に反して弁済をすることができる、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは、弁済することできませんので、誤りですね。当事者間で第三者弁済を禁止する特約がついていた場合、正当な利益を有する第三者であったとしても弁済することはできないんですね。そのため誤りです。では正当な利益を有する第三者っていうのは誰なのか。具体的には、例えばですね、物上保証人とか、あと借地上建物の賃借人、まあ借家人ですね。あと抵当不動産の第三取得者、公示位抵当権者などです。まあそれぞれですね、どのような人かっていうのは理解しておきましょう。短期講座の受講者様はテキストに具体例書いてありますので、そちらですね、ご確認いただければと思います。具体的なページ番号については受講者専用のメルマガの方に記載しておきますので、そちらからご確認ください。で、問2ですね。免許の要否です。 A が用途地域内の自己所有の宅地を駐車場として整備し、その賃貸を業として行おうとする場合で、当該賃貸の契約を宅地建物取引業者の媒介により締結するとき、 A は免許を受ける必要はない、丸か×かという問題です。今回この A さんってどんな人かっていうのを押さえると分かりやすいです。 A さんっていうのは自らオーナーなんですね。まあ、今回で言ったら貸主ですね。貸主となって土地を貸すわけですよね。この場合なんですけども、取引をしてないんですよ。つまり宅建業の免許っていらないんですね。したがって A は免許不要なんです。だから答えは誤りということですね。で、この A さんってどんな人かっていうと、地主をイメージしてほしいんですよ。地主がいて、地主さんが駐車場を整備してそれを貸してるわけですよね。その地主さんってみんな宅建業の免許持ってますかって話なんですよ。持ってる方もいるけれども、意外と持ってない方も多いんですね。今回駐車場を貸してるわけなんですけれども、駐車場じゃなくて建物の場合も一緒なんですよ。建物だともっとイメージしやすいんじゃないですかね。つまり、アパートのオーナーとか、まあそういったイメージです。アパートのオーナーさんとかって免許持ってない方意外と多いんですよ。それでもアパート経営してますよね。で、これっていうのは自らオーナーとなってそのアパートを貸してるだけなんです。これは取引に該当しないから宅建業の免許はいらないんですね。で、最近まあちょこちょこ流行っている投資用マンションですね。これも一緒です。で、この投資用マンションを購入しているのは、まあ多くの場合が会社員なんですよ。その会社員の方がマンションを貸すだけなんですよね。その会社員っていうのは免許持ってますか？持ってない場合がもうほとんどなんですよね。免許持ってなくても不動産投資を行ってるわけですよ。買ったマンションを貸してるわけですよね。賃貸してると。まあ、このように具体例を考えるとすごくわかりやすいと思います。なんで、まあ、できるだけやっぱ具体例を頭に入れていった方が効率的です。なので、できるだけ具体例を勉強していくっていうことが非常に効率的だと思います。実際短期講座でも、解説とかに具体例を入れて解説してるんですね。やっぱその方がお客さんとしてはやっぱわかりやすいので、まあ、そのようにしてます。まあ、あまり市販のもんだとね、具体例とか載ってない場合が多いんですけども、ぜひですね、具体例考えながら勉強するということをしていただければと思います。具体例を考える必要がないのが短期講座なので、効率的に勉強したいという方は、ぜひ短期講座ご検討ください。で、問3です。準都市計画区域については、都市計画に準防火地域を定めることができる、丸か×かという問題です。答えは×ですね。準都市計画区域には、準防火地域を定めることはできません。準都市計画区域で定めることができる地域地区っていうのは8個しかないんですね。で、その8個って何かっていうと、用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、高度地区、景観地区、風致地区、
あと緑地保全地域、伝統的建造物群保存地区、この8つなんですね。8個です。で、注意点でもあるように、高度利用地区は準都市計画区域では定めることができません。また特別緑地保全地区だったり緑化地域、これも定めることができません。そしてこの8つはすべて覚えておいた方がいいんですね。もう覚えていたらこれ解ける問題なので、まあ覚えてほしいんですけども、これ覚えにくいですよね。なので短期講座では覚え方も教えています。宅建試験は頭に入れるべきことが多いので、理解学習やテクニックを使いながら効率的に頭に入れていきましょう。そして今開講している短期集中実力アップ講座、これは文字通りですね、短期集中型の実力アップを図るための講座になります。実際全く法律知識ゼロの中卒で元とび職の方がたった3ヶ月で一発合格した講座になります。それ以外の方でも4ヶ月とか5ヶ月といった短期間で全くゼロからですね、一発合格していただいております。で、イメージなんですけども、全く法律知識ゼロの方であったとしても一気に実力を上げることができるんですね。で、これはなぜかというと、短期集中実力アップ講座で使うテキスト、問題集、こちらは理解学習ができる教材になってます。この教材を使っていくだけで理解をしながら学習できるんですね。具体例だったり、考え方だったり、答えの導き方、これを解説の中に入れております。なので、これを使うだけで他に調べるってことをしなくてもできるだけいいようにしてるんですね。だからこそ短期間で実力アップさせることができるということなんですね。だから法律知識がゼロの方でも短期間で一気に上げることができるんですね。で、もちろん今現状ある程度、点数取れますと、合格点マイナス1点、マイナス2点、マイナス3点ぐらい、そういった方っていうのはもうある程度実力があるんですよね。でもここを超えられないんですよね。この合格点までいかない、これっていうのは理解をしてないからなんです。そういった方であっても弊社の短期講座の教材を使っていただければ、さらに伸ばすことができます。合格点を突き抜けることができます。まあ、合格点プラス4点とか5点ぐらいですね。つまり多少ミスをしたとしても合格ラインにちゃんと入ってくるぐらいの実力はつけることができます。で、一方である程度勉強している方であったとしても理解学習ができていないと、どれだけ勉強しても実力上がっていかないんですね。この緑の線がそうなんですよ。多くの方がこうなってるんです。市販の教材とか予備校の教材とか使うのは全然構わないんですけども、そこには理解すべき内容まで載ってないから、自分自身で理解すべき内容を調べていかないといけないんですね。この作業をやっていかないと、いつまで経っても点数って伸びないんですよ。多くの方が過去問とか予想模試とか40点以上取れるようにしてきます。でも本試験で点数取れない、これは日々の勉強で理解学習ができていない証拠なんですね。例えば権利関係とかだったら弁護士さんのサイトとか法律事務所のサイト、法令上の制限だったら国土交通省のサイト、都道府県のサイト、建設業者のサイト、税金関係だったら国税庁、税理士さんのサイト、そういったもので現状調べられていないというのであれば、これはおそらくですね、理解学習ができていないと思います。なのでそういった方は注意が必要なんですよね。これからどれだけ勉強しても、つまり過去問集を どんだけ解いても、テキストをどんだけ読んだとしても理解すべき内容が載っていないから、ここの壁を乗り越えることができないんですね。まあもちろん運が良ければ合格点達成できますけれども、結局は運任せになっちゃうっていうことになるんです。なんでそうじゃなくて、ちゃんと実力を上げてできるだけ確実に合格したいというのであれば、ぜひ短期集中実力アップ講座をご検討ください。この動画を見ているのは3ヶ月前かもしれない、もしくは5ヶ月前なのかもしれない。いずれにせよ、ちゃんと理解学習ができれば合格できる確率も非常に高まってきますんで、もし今年絶対合格したいというのであれば、一緒に勉強できたら嬉しいです。そしてこの短期集中実力アップ講座の具体的な内容については、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認いただければと思います。あなたと一緒に勉強できること、そして合格発表の時に一緒に喜べることを願っています。今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。そして初めにもお伝えをした5月からの勉強法として、理解したつもりでも数日後には忘れてしまう、こちらの対策について動画まとめましたので、こちらの真ん中の動画参考にしてみてください。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レドスの小野でした。